試合前には日本サッカー協会の岡田武史副会長たちがサポーターに熊本地震への募金を呼びかけました。会場には熊本のサッカー少年たち200人が招待され、試合前には地震の犠牲者へ黙祷を捧げました。被災地の希望になろうと臨んだ選手たち。日本は前半11分、矢島の鮮やかなミドルシュートで先制します。さらに4分後には伊藤のクロスボールに再び矢島。日本の勢いは止まりません。今度は浅野が奪って富樫、一気に3点を奪い前半を折り返します。後半も何度もチャンスを作りました。守っても熊本出身のセンターバック上田を中心に無失点。快勝の日本、オリンピックに向けて順調な滑り出しです。